共同天地演習、おじろ2012北海道の海岸に、クックで上陸した第6師団の隊員共同天地演習ナッチャンワールドに、搭載中の第7師団の90式戦車共同天地演習は、2005年に、これまでの北方軌道特別演習に代わって、実施されるようになった陸上自衛隊の軌道展開演習のことである。日本列島は南北に細長い構造をしており、 陸上自衛隊の隊員数も組織を維持する最低限の隊員数しか保持していないため、ひとたび有事が発生した場合、日本全国に展開している陸上自衛隊の部隊をいかに速やかに軌道展開させるかが重要になる。そのため、冷戦体制下でソ連と対峙する北海道に速やかに本州や九州の部隊を送り込む北方軌道特別演習が 毎年のように開催され、臨番で、師団ごと北海道に移動させ、北海道ならではの大規模演習場である、ヤウスベツ演習場、北海道大演習場、浜大寺訓練場等での訓練を行ってきた。しかし、冷戦体制の終わりとともに、日本に対する脅威が、北海道から九州、沖縄と接する中国、北朝鮮へとシフトしており、 陸上自衛隊の戦力が重点配備されている北海道からの軌道展開が逆に求められるようになってきた。また自衛隊員に求められる訓練内容も大規模戦闘を伴う野戦中心から比較的小規模のテロリストや特殊部隊を相手にした市街地戦闘、近接戦闘にも対応できるよう求められるようになった。特に有事が発生した時に首都 東京及びその近郊に存在する重要防護施設の防護や国内に潜入したテロリストや敵国特殊部隊への対処に多くの人手が必要とされることから北部方面隊を中心とした普通科部隊の投入が求められるようになってきた。そこで2005年6月から北方機動特別演習から共同展示演習に名前が改まり、 これまで通りの本州や九州の部隊の北海道への北方天地演習に加えて北部方面隊を本州に展開させる南方天地演習も行われるようになった。この演習は九州有事に東部方面隊が出動して手薄になった関東地方に北部方面隊を進出させるという想定で行われ航空自衛隊の輸送機 海上自衛隊のお隅型輸送艦に加えて JR 貨物による鉄道輸送や民間の東日本フェリーや商船三井フェリーなども使用して行われた。この訓練では関東地方への移動完了後に東富士演習場、浅霞訓練場、大宮駐屯地において各種の演習、とりわけ東富士演習場内にある 市街地訓練場での市街地近接戦闘の訓練を行った。陸上自衛隊では今後も同様の訓練を実施する予定であり、さらに異なった想定での共同展示演習を行って、全国のあらゆる部隊があらゆる場所に整然と軌道展開できるようにする見込みである。ありがとうございます。